どうもこんばんは、岡賀です。今回もね、ザ・クルーやっていこうと思います。今マイアミの、マイアミじゃないか、シカゴのカーディーラーに来てるんですけども、ここでマシン購入を考えてます。狙っているのもなんと以前から欲しいたこのシェルビーのレトロカーですね。こちらを買おうかと思ってます。見ての通りね、クレジットがないんですけども、クルークレジットっていうふうにブルーに表示されているお金が、購入価格よりあるんで、こちらで購入することができるかなと思います。これですね、これで購入しました。フルストックマシンを購入しました。初の、クラシックカーになってますね。これはさあ、こちらのマシンハイパフォーマンスにアップグレードしてみましょうか。お金はね、結構かかっちゃうんですけども、レベル30、レベル30のハイパフォーマンスキットもあるんだね。すごいなこれ。なるほどね、今持ってるマシン、ハイパフォーマンスカーが1個あるんですけども、こちらですね。こちらが449ポイントですね。これを軽く上回っちゃうぐらいのポイントを得られますね。いやはや素晴らしいですよこれ。スターターじゃなくてレベル30にしておきましょうか。こちらですね、現金で購入しましょう。おお、すごい、エンジンがむき出しになってますね。やっていきます。うわなんか邪魔なとこについてる。かっこいいですね。まあこれは取り外し可能だと思うんで、いらなくなったら外しましょう。さあそれではメインミッションの方、このマシンでやっていきましょう。恐怖のシンメトリー、こちらやっていきますよ。ウェイポイント設定して、まあどうせならね、新しい車で走っていきましょう。うん、加速性能上がりましたね。もはやオールドカーを感じさせない走りです。はい、危険運転車両の通報、捜索を開始し容疑者を確保せよ。了解した。ちょっと早すぎて目が回るぐらいの感じですね。ギャムが危ないわ、一刻の猶予もないのよ。なあ。さあ前回までのミッションでキャムが命を狙われましたね。で捕らえることに成功しましたけども、その後どうなったのかな。コバーンに命を狙われているということで、それを助けに向かうミッションですね。おっと、サブミッションがあるんでやっていきましょう。ジャンプ、おーし、ゴールドいったんじゃないか。いいね、このマシンなら楽勝よ。ウェイトリコーションパーツを入手、プラス12ね、いいですね。さあ目的地まで2キロ弱。この辺の市街地でのミッションになるのかな。
しかしハイパフォーマンスにしても見た目はね、このあ、ちょっと待ちを。了解。大丈夫かな？再開したかな？ちょっと今、Windows のエラーでウィンドウが落ちちゃいましたけども、大丈夫そうなんで続行していきます。さあ目的地が見えましたね。ここが次なるメインミッション、恐怖のシンメトリーの場所です。シングルプレイでやっていきましょう。キャムに追いつけ、難易度イージー、推奨マシンレベル、100ぐらい上回っちゃってるんで楽勝でしょうね。オーバーアンドやり方は一つよ、キャムのところへ急いで。任せとけ、きっと地元警察も抱き込んでるはず。気をつけて、早くキャムのところへ。タイムアタックミッションですね。これは比較的得意なミッションなんで楽じゃないでしょうか。ここですが、あはー、よし行きましょう。キャムに、違うわ、5番に命を狙われているキャムを、追跡するのかな。どうやって助けるのかは分かりませんが、まあ、そこはねうまいことストーリーが運んでくれるんでしょう。まだね5番を敵にするわけにはいかないんで、うまく立ち回らなきゃね。よし、ストレートぶっ飛ばして。道が広いしね、対向車線あんまり車が走ってないんで割と走りやすいコースじゃないでしょうか。ぶつかんなきゃ余裕だよ。よいしょ、危ねえ。ストレートも多いしね、直角カーブがほとんどないんで。おふう、いいね、ニトロを使っても挙動が乱れないってところが足回りの強さを感じさせますね。そしてぶつかっていく。大丈夫か、時間はどうかな。ぶつかるとね一転して不利になるんでね、まあ焦らずに1回ぐらいのミスは、マシンスペックがいい分ね、なんとか挽回できるんじゃないでしょうか。そう期待していきましょう、自分を信じてね。どっちだ、おお結構ギリギリ。ノンブレーキで行こう。ノンブレーキしょうがない、無茶してでも行くぞ。直角カーブが来ましたね。ここでいいね、いいコーナリング、走りやすいぞ。このマシンならいける。さあ残り1キロ切りましたね。これが最後のチェックポイントかな。もうすぐよそのまま進んで、そしてフィニッシュライン見えましたね。多分間に合うでしょう、直線 OK。 まあブロンズは致し方ないね。これはちょっとミスっちゃったからね、まあいいでしょう。3分ね、3分で5、6発当てれば勝てるという過酷なミッションですね。まあ細々とね曲がるんで当てるチャンスはなかなかないんだよね。なんで少ないチャンスをものにできたものだけが勝利すると、まあそういったところですね。
確かそれ。おっと、むずむず。えらいとこ走るね。で、またオフロードに戻っていくと。必死だね。こんなのには付き合えないぜ。さあ、ここで追いつくか。よし、離れないで。どこにいる？さあ、残り1分30秒切りましたね。後半に入りましたよ。なんとかチャンスが生まれれば。曲がるんだっけ？そう、その調子。離れないで。よし、そうよ。よし、よし、よし。離れないで。離れてないけど動くね、こいつ。その調子。離れないで。よし、終わった。走行不能に陥らせれば、まあ連続してヒットさせられるね。なんとかクリアしましたね。4回目のリトライかな。どうしてわざわざ助けた。いいから逃げるぞ。ドラフォーサーミッションか。グルじゃないの。やべ、ハイパフォーマンスカーはダートコースは走りづらいんでね。ストリートで逃げましょう。気をつけろ。ふわっとバカダメ車。おは、いいぶつけ方してくるね。うわ、強っ。あの車強っ。ぶつけてもぶつかんねえぞ。よし、行くぞ。さあ、逃げましょう、逃げましょう。うわ、追っていっぱいいるね。なんか監視カメラもジャックしてそうなぐらい随所に置かれてますね、追っ手が。あ、こっち行けないか。失敗した。聞け。違う、お前を逃がしてやる。どうして、なぜそんなことをする。お前はかつてここにある510だった。覚えてる奴もいるんだろう。気をつけろ。この車頑丈だな。頑丈というか重いというかね、体当たりに勝てないね。前に検問がありますが、これを抜ければ結構ストレートが続くんじゃないかな。逃げやすい。引き離しましょう。おい、よし、追っ手の影は見えないですね。あ、来てる。こっちなら見つかんないでしょう。 OK、 ミッションコンプリート。楽勝だね。レベル33達成、ブロンズゲット。いいね。獲得済みパーツはいりません。やっと読めたぜ。何が。お前の狙いはシブ。そうだろ、
そうだとしても不都合はないだろ。一つ条件があるがな。容赦はするな。まあお互い支部にね恨みがある身としてね。いや全く驚いたぜ。無名の V2 がエリックの金銭問題を解決したかと思ったら今度はサウスまで手なずけちまうとはな。これぞまさに主導力ってやつだ。支部か前あったか。いや、もっとマシなランクになったら会えるかもな。ランクついでにお前を V4 にしてやるよ。だが無条件ってわけにはいかねえ。ファイブテンはレガスに山ほど問題抱えてる。まずはそいつを何とかしてくれ。なるほど、ベガスに進出の時かな。さて、それではラスベガスまでの長旅となりそうですね。まず向かうべきはカーディーラーかな、レイドカーチューナーか。ここに行きましょう。ファーストトラベル、ファーストトラベルはできないからウェイポイントを設定して近場から行きたいところだけども、まあここの道を経由していきましょうか。だいぶ長い旅になるかと思いますけども。そしてね、マシンを変更できるかな。あ、間違えた。スマートフォンよりモバイルチューナーかな。これで、あ、できないか。マシン変更、モバイルガレージか。こんな機能がありまして、なんとここでねマシンを変更することができるんですね。長旅になるので、どうせなら乗ったことない車、このダッジラム、こっちを乗っていきましょう。こんな感じの見た目ですね。ごついピックアップトラック。2台は閉まってありますが、この車で行きましょう。特にチューンアップはしてないんで、素のままの車ですね。いや、乗りやすそうな車です。スピード重視というよりは、まあファミリーカーとかね、用途に応じて、まあ旅行とかね、トラベルカーとかで活躍してくれそうな車ですね。荷物もいっぱい入りますし、まあ燃費は悪そうですけどね。さあ、この車でまさかの97キロ、超長旅となりますが、この旅をご一緒しましょう。まあ、途中で車乗り換えてもいいしね、飽きたら。モバイルチューナーって言って、この手元でスマホを使って車を乗り換えることができるっていう、超ゲーム的なね方法で車を乗り換えられるんで、まあ、そこはねすごい便利ですね。おっと、ごめんなさいね。しかしだいぶこの車耐久度あるね。強度って言った方がいいかな。ウェイトレーション的に当たり負けしない。おっとっとっと、危ない危ない。さすがにトラックとかバスには負けるだろうけど、ちょっと走りづらいな。足回りがなんか重いぞ。どんくさい感じがする。まあ仕方ないけどね、このクラスのマシンだと足回りを強化しない限りはそんなにいい走りは期待できないんで。道が狭いんでね、まああまり対向車線走ったりとかできないかな。もう車線広がりましたね、4車線。この間いけるかな。車幅がね、他の車に比べて大きそうなイメージがあるんだけど、そこはゲームなんで、実際はどうなんでしょうね。近いうちに会いたい。ベガスを仕切る支部の手下か。今送った場所に来れば全てが明らかになる。なるほど、ボイスチェンジャー使った謎の人物がねコンタクト取ってきましたが、これからラスベガスに向かうところなんで、この人物とも後々ね、会うことになるでしょう。それも近いうちに。
かな。出ましたね、湿地帯。このマングローブみたいな植物が特徴的ですが、エスケープスキルか。このマシンでエスケープスキルは結構酷ですよ。ブロンズはいただきましたね。意外とシルバー、いやゴールドもいけるんじゃないか。この道走りやすいしね。おし、いけた。いいよ、思わぬところでいい収穫がありましたね。プラス41、だいぶ上がりますね。どうしようかな、この車に装備しても、この車メイン走りで扱わないんで HQ に送りましょう。この車はあくまでも旅行用にね、トラベルカーなんで。なんかミッションがあるけど、どうしよう、避けてこう。何、ルート間違えた。あれ、ここで曲がる必要があったんだね。ちょっと視点変えていきましょうか。さあ、高速道路っぽいのに乗ったのかな。おっとっとっと。結構ね、このゲームやってて気づいたんだけども、工事してる車は、工事してる道路が結構多いですね。実際に車乗ってたらこれぐらいの割合で工事してるところに当たるのかな。ちょっとわからないですけども、200キロ超えで走ってたら突然ね、工事の看板とか現場が現れたら危ない、避けようがないですよね。そしてだいぶ車線の多い道路に来ましたね。合流地点かな。これこそ高速道路みたいですね。しかし交通量はほとんどないです。ちらほら1、2割ってとこでしょうか。走りやすくていいね。ちょっと視点も変えて、街灯をなぎ倒していく。さあ、プレシジョンスキルやっていきましょう。結構走りやすい道だな。あーでもオフロードは全然走れないな。やっぱ車重が重いから思いっきり減速しちゃうね。ブロンズはいけたからいいかな。あ、さあもうちょっとだ、頑張れ。おお、ゴールドいけたね。まさかこのマシンでいけるとは思わなかったけども、ありがたいですね。ウェイトリコンションパーツを入手、プラス34、まあ、こちらも HQ に送りましょう。ボンネットを見ていただけば分かるようにボロボロになってますね。さあ残り76キロ、まだまだありますよ。どっかで休憩したいくらいのレベルですね。救急車が走ってますね。あまり救急車スピード出してないようですね。
パトランプはついてるんで、もうちょっとスピード出しても良さそうなもんだけどね。さあ、すっごいストレート、地平線が見えませんね。どっちだ、あ、間違えた。よし、さあ今どの辺かな、拡大してもよくわかんないな。ノンストップ、なんかサトウキビ畑がありそうなだだっ広い大地ですね。緑豊かではあるんですけど、なかなか家が見当たらないですね。さあ、ここら辺で一旦休憩しましょうか。マシンも変更してみよう。